フランソワ国王陛下から屋敷を貸しされ、しばらくが経ったこの日、サラさんたちが里へ一時帰還している一方で、俺たちはこれから屋敷を訪ねてくるシャルロット王女たちを待っていた。そろそろシャルちゃんが来る頃よね。大事な話があるって言っていたけど、リーゼロッテちゃんは何か聞いている？いえ、私もこの時間帯にハルト様のお屋敷に参上するよう仰せつけられただけなので。クリスティーナ王女とフローラ王女も来るのよね、ハルト君。ええ、あとは坂田様もいらっしゃるみたいです。あの人も来るの？坂田ってサツキお姉ちゃんと同じ勇者の人だよね。そうよ。で、ラティーハちゃんはあの男と初対面なのか。ミハルちゃんは夜会の時に会っていたけど、セリアさんとアイシアちゃんはもしかして初対面ですか？いいえ、私は何度かお会いしたことがあります。ほんの一瞬でしたけど、アイシアも以前にリーゼロッテさんのお屋敷で顔を合わせました。うん。じゃあ会ったことがないのはラティーファちゃんだけか。リーゼロッテお姉ちゃんに求婚した人なんだよね。え？うん、まあ。どんな人なの？悪い人ではないかな。あ、いらしたみたいですね。と、じゃあラティーファちゃんのことはスズネちゃんって呼ばないとね。精霊幻想記17巻特装版ドラマ CD 脚本時々ヒロインランキング。